今回はキングヌーのティーンエイジャーフォーエバーという曲のイントロ部分のギターバッキングを解説してみたいと思います。で、この曲のイントロ部分なんですけれども、ギターのコードですね、たくさんの種類の4和音が出てきます。メジャー7、マイナー7、ディミニッシュ7、あとはマイナー7フラット5で普通の7のコードですね。これだけの4和音のコードが出てきますので、普段ローポジションでこうオープンコードを使ってですね、まあ伴奏、そういった演奏しかしたことがないという方も、ぜひこの機会にですね、6弦ルートの4和音の押さえ方っていうのをマスターしてみてください。で、今回ですね、冒頭で弾いた、音なんですけれども、実は、いつも使っています、このストラトにですね、GK3、久しぶりにこのローランドの GK3 ですね、ピックアップで搭載してみました。で、音自体はですね、ギタープロセッサーと呼ばれてます。ボスの GP10 という、今映ってますが、これですね、これもかなり、前に発売されたモデルですけれども、この中にですね、アコギのサウンドっていうのが入ってまして、今回はそのサウンドをですね、使って、冒頭のデモを撮ってみました。で、これですね、まあ、音質的には、エレキギターのピエゾのマイクをちょっと、まあ、音が太くなったかなぐらいの、まあ、その程度の音質にしか、聞こえなかったかもしれないんですけれども、実際ですね、鳴らしてみるとこんなサウンドです。で、これ便利なのはですね、実は12弦サウンドがワンタッチでですね、出すことができます。12弦サウンド。で、私は GK3、ここのですね、ボタン。で、こう12弦と6弦を切り替えられるようにしています。からバンドなんかで演奏するときですね、まあ間奏部分でちょっとアコギのサウンドが欲しいとか、12弦のサウンドが欲しいときっていうのも非常に重宝、します。今回はこの、音を使ってですね、解説していきたいと思います。では、まずですね、今回出てくるコードの、押さえ方ですね、ダイアグラム今表示されましたが、まあ左からですね、順番に、指使い、まず解説していきます。で、今回はですね、あえて6弦ルート、すべて6弦がルートになる、フォームっていうのを紹介していきます。で、まず F メジャー7ですけれども、6弦が人差し指で、4弦が薬指、3弦が小指で、2弦が中指という感じになります。で、あとは5弦と1弦はミュートですね。だから1弦もうあと5弦もまあ人差し指で止められると思います。こういう感じですね。だから全部の弦弾いても5弦と1弦が鳴らないようにしてください。で、次の Gm7 と Am7、これは同じ指使いになります。で、Gm7 は3フレット、6弦、中指、私の場合は6弦、中指持ってきます。で、あとですね、4弦、3弦、2弦は薬指1本で私の場合は押さえています。で、これはですね、4、3、2弦はこう人差し指で押さえる、場合もありますので、両方どちらでもですね、構いません。で、あともう一つ押さえ方としては、こう、6弦に人差し指を持ってきてですね、で、下、4弦中指、3弦薬指、2弦小指みたいな感じ。こういうふうに一直線にこう、一本一本ですね、押さえるっていうのも一つありですが、まあ、このどちらかですね、2本の指で中指か薬指、中指と薬指か中指と人差し指で押さえるのがいいと思います。この時もやはりですね、1弦と5弦はミュートしますが、まあ、1弦は鳴ってもですね、まあ、ルートと同じ音ですので、コードの機能自体は損なうことはありませんので、まあ、1弦それほど神経質になる必要ないかなと、思います。で、Am7 も同じですね。フレット、5フレットに持ってきて、指使いは同じです。で、次、Am ディミニッシュ7ですね。これは6弦が6フレットになります。で、6弦6フレット中指。で、次、4弦5フレットと、2弦5フレットは人差し指1本で押さえます。で、間の3弦6フレットは薬指で押さえてください。で、これもやはり5弦1弦は、ミュートするならないようにしてください。で、次 Bm7 フラット5ですね。今度6弦、7フレットになります。これはまた中指でいきます。で、4弦薬指、3弦小指、2弦が人差し指ですね。こういう指使いになります。
これは先ほど出てきたマイナーセブンの、まあ、2弦が、フィフスの音に当たるんですけれども、これを半音下げてますので2弦だけが横にはみ出た形になってますね。だから2弦がフラットフィフス、フラット5の音になります。で次は C7 ですね。 C7 は、人差し指で6弦8フレット持ってきます。であとは私の場合は、4弦中指、3弦小指、2弦薬指でいきます。これもですね3本指とかで押さえる方もいると思いますが、私の場合は今言った指使いですね、押さえます。で次の C シャープディミニッシュ7は先ほどの A シャープディミニッシュ7と同じで、指使いは6弦中指で、あとは4弦と2弦が人差し指で、間の3弦が薬指ですね。でこれはですね、面白いのはその前の C7 ありますね。で実はこの C7 と4弦3弦2弦の音は全く同じなんですね。だから C7 でいうとセブンスの音、サードの音、フィフスの音、この3本の弦は同じ音のままでルートだけが変わってるんですね。でも指使いをですね大きく変えないとこれ押さえることができないので、ここのチェンジ結構難しいです。で最後 Dm7 は Gm7Am7 と一緒ですね、一直線。私の場合は中指と薬指で押さえています。で次は実際にですねリズムなんですけれども、今、タブ譜出ましたが、まず4小節目までですね、これありがたいことにリズムずっと一緒で構いません。ですからまずは F メジャー7だけを使ってですね、このっていうリズムをですね繰り返してこうできるようにまずは練習してみましょう。でタブ譜の左上にですねシャッフルで演奏してくださいというマークなんですが、この、記号がついてますので、全て跳ねたリズムですね。ですから8分音符が出てきたら全て跳ねたリズムになりますので、普通の8分音符だとタタ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 といきますが、これは跳ねたリズムでタタ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 、この跳ねたリズムが基本になります。ですから何か頭の中でずっとですね、こう馬が小走りしてるみたいな感じ、パッカ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 というような少し跳ねたリズムを常に頭の中で鳴らすことができるといい感じになると思います。ですからこれ F メジャー7のところでやるとリズム的にはこんな感じです。タッカ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 。で今分かっていただけたと思うんですが、四分音符のところもきちんとですね頭の中でタッカタッカ、きちんと頭の中では跳ねたリズムを鳴らすようにしてください。こんな感じです。タッカ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 。2拍目のところはですね1拍半になりますのでタッカタッまでですね。ですからここダウンが2回続く、ダウンストローク2回続きますが、その後空振りを必ずするというのが大事です。タッカタッカうん、ダウンで空振りです。タッカタッカうん、タッカタタッカタッカうん。であとはここですね弾き方の特徴なんですが、今最初から全てですね、こちら弦、弾くようにしましたけれども、タブ譜で書いてある通り最初の1拍目はですねもう6弦だけをパンと軽く叩くような感じですね、ピックで。そういうような感じでこう6弦を弾くようにしてください。で後の、音はですね全てコードを弾くという感じでいいです。だから最初の1音だけですねボン、6弦だけを叩く感じ。最初だけちょっとですね振りがストロークがちっちゃいんですね。で2段目からはフルストロークで弾く感じ。こういう感じですね、徐々にスピードを上げていって、このストロークの振り分けですね、これがしっかりできるようにしてください。でこれができるともうですね、5小節目まではずっと同じリズムでいけます。あとは左手のコードチェンジに気を使ってですね、
ここまでいけるんですね。ですからまあ、最初のこのそれぞれのコードのこのルートの6弦の音をしっかり鳴らすっていう風に、そこを意識してですね弾いていくと綺麗にコードチェンジが聞こえると思います。もう一度やってみますね。こんな感じですね。で頭の中ではタッカ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 というリズムを鳴らしてやるっていうのが大事です。で5小節目から8小節目出ましたが、これで終わりなんですね。全てになるんです。5小節目までは同じリズムでいきます。で6小節目ですね、ここ四分音符が4つ並んでまして、スタッカートで音を切るっていう風になってるんですが、ここもですね、各コードのそれぞれのコードの1打目はもう6弦だけ弾く感じの方がかっこよく、聞こえます。ですからこれなんか全部ですねジャン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 って弾いてしまうよりもドンジャンドンジャンっていう感じですから、それぞれのコード変わった時の1打目はもう6弦しか弾かない、ドンジャンドンジャンっていう感じ。そうやるとこんな感じでいい感じに聞こえます。1打目6弦しか鳴らしてないですね。これで練習をしてみてください。で7小節目 Dm7 は最初前半部分と同じです。ドンタンタタタですね。で、8小節目も Dm7 そのままなんですが、最初6弦の10フレット弾くときにちょっと下からですねグリスサウンドでこうスライドさせて、だからもうコードのフォームは保ったままでですね、こうグリスサウンド何フレットか下から10フレットに向かってグリスサウンドの音入れてやるといい感じになります。でここですねずっと8分音符になるんですけれども、まあストロークはダウンアップずっとこう交互にですね続きます。で難しいのはですね、最初グリスサウンドで行くんですが、これダウンでストロークしてますね。で次の実際コード弾くときアップなんですね。これ次もダウンで弾きたくなるので、2段目はアップっていうのを間違わないように、こんな感じですね。で最後、ペケ2つになってます。まあブラッシングですね。こちら左手ミュートして音が出ない状態で、で2回このブラッシングしてる間にもう一度最初に戻りますので、まあブラッシングの間に F まで移動するっていう感じですね。こんな感じになります。で最後の4拍目はですねもう四分音符で、10フレットグリサンドでこうダウンさせてもかっこいいです。こんな感じもいいと思いますね。で最初に戻る感じで2回目ですね、繰り返してまた、最初からずっと、7小節目までは全く同じで、8小節目はですねもう Dm7 をただ1打ダウンでダウンロングトーンで伸ばすだけです。ですから1回目と2回目違うのは8小節目だけになります。ということでですね、弾き方解説してみましたがいかがでしょうか。でこれシャッフルのリズムと言ったんですけれども、オリジナルの速度ぐらいになるとですねなかなかこれ跳ねた、リズムっていうのを意識できなくなってきます。ですから、ちょっと跳ねたリズムが分からなくなった時はですね、迷わずこう速度を落としていただいて、最初はですねゆっくりタッカ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 っていうタッカタッカっていうのを言いながらですね、もう一度こうシャッフルのリズムを思い出すというような感じですかね。では最後にちょっとゆっくりめでですね全体通して弾いておきます。ワン、ツー、スリー、フォような感じですね。以上で今回の解説終了いたします。現在解説しておりますコータミュージックプレミアムチャンネルの方では、こういったですね、フレーズの紹介なんかも丁寧に解説した動画たくさんアップしておりますので、ぜひ一度ホームページの方をチェックしてみてください。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けております。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。